濃く出てる感じはあります。あ、剥きやすいです。クラクラしちゃう。大丈夫です。これだけだと血流が背中にボワッと集まりすぎると。硬いですね。硬いです。右の方が触った感じは硬いですね。うん、首の方がすごい肩こりを感じます。うん、首だけで後ろ振り返っていただいていいですか。左に向きづらいことがあります。こっちが行きにくい。左が行きづらい。うん。そんなに差はない。そうですね。若干右の方が最後の方動きづらい感じがあったんですが、そういう差はなかったですね。腰の方に。右にまた腰、はい、左。これはどうでしょう。はい、左の方が若干ですね。今日はまあ肩こりがメインということなので、このあたり中心にやっていきます。はい、はい、お願いします。はい。では仕分けていきますね。はい。最初にオイルをやっていきます。はい。では流していきます。はい、ではやっていきます。はい、痛くないですか？結構痛いです。結構痛いです。大丈夫かな？あ、これで痛いです。流していきます。うわ。前回は痛かったんでしたっけ、岡先生。あ、そうなんですね。それ関係あるんですか？いい色だと思います。すごい滑らかでいいですね。力強い。あ、そっか、力いるんですね、結構。各的に滑らかにできます。では、できますね。はい、大丈夫ですか？結構痛いです。大丈夫です。デトックスの運動です。きますか？きますね。これでしばらく置きたいと思います。はい。こんな感じですかね？そうですね。なんか右の方が濃く出てる感じがあります。でもいい感じの色になると思います。外していきますね。はい、この後の開放感があると思う。腰は結構色出てますね。右の肩取ってる方が色があまり良くないですね。そうなんですね。楽になった感じ。では拭き取っていきます、ね。はい、では、おけばいい。はい。だいぶでも肩は柔らかくなりましたね。首の動きまた見ていきましょう。右を見ていただいていいですか？あ、向きやすいです。だいぶ広がりましたね。向きやすい。向きやすいです。あ、本当ですね。ちょっとクラクラしてる。そうなんですか。あら、血流が。クラクラ。あらら。のぼせ。ああ、そういうことか。あ、めちゃくちゃ軽いですね。軽いです。はい、その左も置きますね。こっちもいいですね。いいですね。腰をひねっていきましょう。はい。あ、抜ける。そうですね。抜ける。最初、まあ、違和感はそうでもなかったんですけど、やるとこんだけ動くんだっていう感じですね。そうですね、だいぶ動きが出てきました。クラクラしちゃいます。大丈夫ですか？本当に大丈夫ですか？ちょっと休んだ方がよくないですか？大丈夫。本当に今だけだと血流が背中にボワッと集まりすぎるとあれなんで、多分頭部の血流が悪いままなんですよね。結局首後頭部ぐらいまでは一気に流れるんだけど、頭部で滞るから動きやすく、そういう意味もあるんですよね、後頭部に打ってる理由は。本当想像以上に吸い玉って血流がぐわっと良くなるので。王子でございます。今回、あきこ先生に現れたああいうフラフラするような現象なんですけども、いわゆるのぼせという症状なんですけども、ただ今回に関しては厳密に言うとのぼせではないですよね。あれは何なのかっていうと、いわゆる脳貧血、一過性の脳虚血と言われるものですね。なぜカンナが吸い玉と針治療を毎回しているのかっていう理由と、吸い玉だけだとちょっと効果が出にくいですよって言ってる理由の一つでもあるんですけども、体に吸い玉だけをしてしまうとですね、吸い玉の効果で体の方は血流が改善されるんですけど、いわゆる後頭部とか頭の方ですね、頭の方はここまで血流が改善されずに残ってしまいます。ですると頭部と体で血流のバランスがおかしくなってしまって、一時的にこう脳の方に血流が行きにくくなるんですね。でするとめまいというかふらつきというか、そういう症状が出てしまいやすくなってしまいます。今回はあきこ先生にサーカス先生がですね、吸い玉のみをやっていた形になるんです。まあちょっと時間の関係でですね、吸い玉しかできなかったんですけども、ただこれで体の方は血流が改善されたのに、頭部の方ですね、頭の方は血流がそこまで改善されなかった影響で、めまいというかですね、ふらつきという症状が出てしまいました。ただ悪い症状かと言われると必ずしも悪いというわけではなくてですね、その日の患者さんの体調によっても現れたりしますし、実際に血流が良くなってるという一つの目安にもなってきます。なのでカンナではですね、2つの治療を基本的には行っていくんですけども、全身を整える治療とその症状を改善させていく治療、この2つを両方同時にしていくっていう構成でやっていくんですけども、その理由がこういうのぼせとか一過性の脳虚血っていうのを出さないようにするために、この2つの治療を基本的には同時に行っていくという形になります。もちろん急性期に出た症状ですね、普段出てないのに急に出た症状とかであれば、この症状だけの治療で取れます。これ東洋医学的に言うと標治法っていって、その症状を改善させる治療法です。でもう一つの方がいわゆる本治法と言われるもので、全身の症状や血流を改善させるっていうものですね。症状が出ているところだけ治療したとしても、やはり全身の血流とかですね、自律神経とかホルモンバランスとか、この辺りが悪いままだと、その場で症状が改善されたとしても、なかなかその持続性が低かったり、効果が十分に出なかったりしますので、この本治法と標治法を同時にしていくっていうことが、針治療において非常に大切になるという部分ですね。今回の症状はですね、一過性のものにはなりますので、あの後すぐにあきこ先生も別にふらつきも出なくなって、むしろ体は軽くなったんですけども、その時の体調ですね、体調によってはどうしてもこう症状が出てしまいやすかったり、特に女性の場合は生理周期がありますので、どうしても生理中とかは体調が乱れやすいっていう部分があるからですね、ストレスの影響とかももちろんあるんですけど、なのでフラフラするっていうのはいい症状でもあり悪い症状でもあるので、見極めが難しい部分ではあるんですけども、今回はですね、時間の関係でちょっとこう吸い玉の治療しかできなかったので、ああいう症状が出てしまったいう部分になります。はい、というわけで王子の解説でございました。では本編にお返しいたします。これからも美容情報、健康情報、施術動画をお届けしますので、チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。次回の動画でまたね。指輪取りましょうか。私大丈夫ですか。どうします。取りましょうか。とりあえず塗ります。なんで笑いました。